皆さんこんにちは、ザ・フェアリースマイルです。早速じゃあ1曲目聴いてください。丸の内サディスティック。新刊ライブの時にあの2人しか T シャツ着てなかったんですけど、今日は全員揃ってこんな T シャツを作ってます。皆さんもなんかね、1回生の人たちもバンド組んで自分たちでこの T シャツ作ったりしてやってみたらいいんじゃないかなとか思ったりします。あと何分ですか、プリンさん。 ありがとうございます。じゃあちょっと
バー紹介してしまいましょうか。まずキーボードのねねさんです。ボーカルもねやってもらったりする感じですね。次ギターのしゅうがくんです。このくまちゃんがねしゅうがくんのペットです。でドラムのてんちゃんです。めちゃうまい。でボーカルのかどっこです。よろしくお願いします。でさあ、あ、おり？あ、で、珍しく長ズボンにスニーカーを履いてる市原くんです。ベースですね。いつもつっかけサンダルに半ズボンで赤い服着てます。多分みんな見たことあると思う。そんな感じの5人組です。さてさて、では2曲目に参りたいですと思います。いいですか？じゃあ聴いてください。サマータイムラブ。
さあ、我々ザ・フェアリースマイルはですね、今年の部活動紹介前でありがたいことに演奏させていただきました。そこで演奏した曲覚えてるよっていう人当ててもいい？はい、じゃあ総平くん、正解です。ケセラセラです。ケセラセラをですね、部活動紹介の時は前の方で結構めちゃめちゃ緊張したね、めちゃめちゃ緊張しながらやりました。今日はちょっとアットホームな場所でケセラセラをやらせていただきたいなと思います。どうしようかな。いける？いけるんよ。いける？じゃあ皆さん一回聞いてると思うので、ちょっと途中で手拍子しにくいところがあるけど、最初の方で手拍子しながら聞いていただきたいなと思います。じゃあ聞いてください。ケセラセラ。ケセラ。